ネルドリップで入れるドリップポットウッドネック、ろ過布をリングに取り付けます。ポットにろ過器をセットします。中挽きのコーヒー粉を入れます。湿る程度にお湯を注ぎます。コーヒー粉が膨らみきったら再びお湯を全体に注ぎます。お湯はまんべんなく切らさずに注ぎます。吸湿が終わったらろ過器を外します。ネルドリップで本格コーヒーの味わいをお試しください。